もうこの人最悪本当に。はあ、ゴストさん、はあ、恥ずかしい。ズズさん、ゴストさん。これマジちょうだい、タスクしかしません。あ、ピコ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 。待って、見せるから、しぶさん。どうしたんだ？お、ナイス。今度。かわいそう。かわいそう。さあ、ほんまにスニッチなんかもしかして。え、出んじゃない？え、スニッチ？あ、出んじゃない？え？めちゃくちゃいい！え？え？え？どう？え？待って待って。え？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 なに？どういうこと？今の何？イビルゲサーに撃たれたのかな。多分撃たれた、撃たれた。どっちだろ、撃ったんちゃう。でしかも、いや違うと思う。わ、いやどうかな。番長直近までいたよ。いたね。コミュの近くいたよね。いた。で、多分中野っちさんが割とコックピットを早めに出て行ったから、多分死体切るとこ見られたんじゃないかな。あれ死体発見誰だった今。ちょっと待って。多分ね、番長さんだと思う。僕ですね。番長か。だから、俺推理すると、多分夏ピョンさんがイビルゲスターで番長を切ってるところを中野っちさんに見られたからセルフで通報して中野っちさんをクルーで撃った。あ、いや、僕シェリフなんですけど、うん、夏ピョンさんと一緒に発見してるんですらないです。あ、なるほど。はい。ダメだ。え？あ、もしますか。よいしょ。まっせ。よいしょ。よいしょ、まっせ。ナイスボタン。ナイス。で番長さんって多分コミュサボ来てて。で貨物がラウンジに動いてるのを見てる。それ多分私です。うん。はい。コックピットが一時期めっちゃ多くて、なんかね、5とか、なんかそれぐらいになってて。あ、いっぱいおった、うん、いっぱいおった。うん。そうそうそう、米直した人たちが、怖いよ。切り合ってさ、これね、やば。あ、僕もボタン押しちゃってるから誰か言ってほしいな。しずさんって人外？これいや言わないでしょ、人外だったら。でも安心して、安心して守ったから。ありがとう。ずさんありがとう。オッケー、ありがとうありがとう。ありがとうございます。あ、ションスンスン。ナイス。あ、ずさんありがとう。安心してください。メイドスキル。ポンちゃんだろう。ポンちゃんだ。いて、本当に。ポンちゃんだ。ズーさん。はい。ズーさんこっち来て。ズーさん。ズーさん。大丈夫？俺がズーさん。あ、もうダメだ。
ズーさん来てくれなかったの俺もう悲しいわ。もうおお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 おこの子やな人違う。いやわからんな。違うの違うの違うのよ違うのよ。僕セリフって言ってたんですけど実は違くて、うん、違う役職なんですよ。だから打たれないんです。違う、あー違う違う、本当に違う。あなたはインポスターです。えズーさんのそのモーフィングっていうのはどういう情報ですか？ズーさん視点を持ってる、うん、もうミーティングルームに、ポンズ野郎ズズ武雄さんがおって、で俺はポンズ野郎ずっと怪しんでて、でも武雄さんずっとついてくるから、もう武雄さん承認でポンズ野郎に切られようって覚悟で行ったんだよね。そろそろ釣られると思って、ポンズ野郎が次のターンで釣られるかなと思って、はいはいはい、で、まあ、多分お土産キルされるなと思って俺はポンズ野郎のそばにあえておったのよ。そしたら武雄さんがズズに代わってポンズ野郎を切ったの。どういうことだいまさかそんなことあるわけがない。ちょっと嘘っぽいの。あ、じゃあその周りの証人はいないってことですね。じゃあ周りの証人はいない、惜しくも。あ、じゃあもう、じゃあズーさん、あなたの役職何なんですか？それいけ、バカですかあなたは。バカなんですかあなたは。言ったらもう終わっちゃうでしょ俺。え、いいよ、言っていいんじゃないですか。じゃあ言ったらイビバシン、ズーさんがモーフィング、イビバシンやって。俺はもうズーさんがモーフィングでポンズ野郎になって切ってた。違います、本当に武雄さんです。でも僕は、お互い目の前で切り合って、じゃあ僕はね、死んだマシャカリさんから僕はマシャカリさんメディックで僕がもらってます。これって釣りミスしたら結構 PP とかダブルキルの盤面になりそうなんですけど、どうしたほうがいいと思いますか？ここ対抗で2分1決めるんだったら、なんかはっちゃんのキルでなんかお互い対抗出てたえっちゃんさん、えっちゃんさん、俺じゃない、本当に俺じゃない、本当に俺じゃないんだよ。わかんない、どこ説明ができないの今、いろいろやばい、説明ができない、わかんない。もうこの人最悪、本当に。はあ、ゴストさん、はあ、恥ずかしい。ズズさん、ゴストさん、イライラ。わかんなくなってきたぞ。あー、もう言えないよ、言えねえよ、こりゃ言えねえよ。なんでだよ。あ、俺投票遅かった、ミスった。俺はもうあれ、あとちょっとだった。いやー、グーソースリッチ、これはグーソースリッチやろうかよ、スリッチ。何のためにズズさんを連れてきたんだ俺は。なんでポンズ野郎なんだよ。俺ズズさんはもう絶対白だと思ったからな。だよねー、そのまんまじゃん。だよっていうか、そっか、ジャッカルもいるから3票入るわな。えっちゃんさん、ジャッカルだったんだ。え、ちょっとそうだったんだ。よかったー。あ、すげえ分かってるね。ドキドキしたテープ、ふんばりながらやってる。え、夏代さん、ゴータンキルすぎる。え、どこのですか？ゴータンだったね。だって、いや、ゴータン、打ちまくってたでしょ。ゴータン惜しかったな。打ちまくってたでしょ。まあ。その、番長さん切った後に、ロッチさん来て、やべえと思って、もうすぐ切るしかないと思って。最悪、マジで最悪。うるさい、黙れ、帰れ。さっきの違うから別に、武雄さんが強いわけじゃないからね。みんなが信じてくんないだけだからね、実を。うわ、一番かっこ悪いわ。それだけだ。俺はね、ズーさんじゃないって信じてたよ。でも武雄さんをメディックで守ったの、だから。
だからずっとなんかゲスターで打たれないと思ってずっと誇らしげにいたらなんか全然違った。違うよ。落ち着けすず。落ち着けねえよこんな状況。